こんにちは、かねこです。今回はですね、MOD 関数の使い方を紹介していきます。MOD 関数というのは、割り算をした時の余りを求めてくれる関数を MOD 関数と言います。で、これ簡単に言うと、まあ、余りを求めてくれる関数なんですけれども、結構ですね、他の関数と組み合わせたり、あと VBA とか、まあ、そういう時にですね、ちょっとステップアップしてきた時に使いますので、まあ、そのステップアップした関数ですね、もう VLOOKUP とかより上の、まあ、ちょっと 他の関数と組み合わせて使いたいなという方は絶対覚えておいた方がいい関数になります。そしたらやっていきましょう。mod 関数の使い方なんですけれども、まあ結構使い方は単純です。イコールを入れていただいて mod というふうに入れます。で、あまりを 出してくれる関数なんですけど元のやつから割っていただいてその余りが出てくるという考え方ですね例えば元の数字が10だとしますで10割るにすると要は余りが0ですよね5で割り切れちゃうのでじゃあ10で数値が 50で、すね。で、助数っていうのが割り算です。割りたい数字ですね。で、そしたら10割る2になります。なんで5で割れるので、まあ余りは0ですね。なのでこれでやると余り0ということですね。もう一回やっていきますね。ちょっとオートフールしないでもう一回やっていきます。もっとと入れて、数値を探して10、10割る3ってことですね。要は10、10割る3にすると、えっと、1が余りますよね。3残が9で、それで1が余るので、1が来ると。で、次、4ですね。 で、これも同じくやっていきますね。まあ、オートフィールすればいいんですけれども、今回解いていきます。で、10÷4 すると、まあ10、10÷4 なんで、8になっ、あ、4×2 だと8ですよね。で、そこで2余るので、2が余るという考え方ですね。これが、モッド関数の使い方になります。まあ 簡単に、まあ余りを出せるって言ったら簡単なんですけれども、結構ですね、他と組み合わせるときに、まあ、この余りを出して何かするっていう考え方すごく大事なので、この MOD 関数を使って何かするときが結構多いです。で、MOD 関数はですね、今セルを選択したんですけれども、ここはですね、直接数字を入れてあげても大丈夫です。例えば10を入れて、ここに2って入れてあげると、 ま、ここで、あの、セル選択してんと同じですよね。結局、10の中から2割ってるので、まあ、答えは0ということですね。ここも同じですね。10の中から3を割ってあげると、まあ、1余りますよね。 っていう感じで、このまま直接指定してあげてもいいし、まあ、セルを指定してあげても大丈夫ということになります。なので、どっちの使い方もできるので、まあ、片方だけ数字を入れるとか、片方だけセルを入れるとか、まあそういうような使い方もできるっていうのも覚えておいてください。で、これ結構、まあ、ステップアップした時にですね、関数組み合わせると、まあまりがこの時に何かするっていう時が結構ありますので、この MOD 関数覚えておきましょう。 今回はですね、このモッド関数の使い方を紹介していきました。少しでも参考になったと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。